4月も下旬となったある日、藤とツツジが見頃を迎えたとの情報で、早速足利フラワーパークを訪れてみました。天気も良く暑い一日でしたが、花々が咲き誇っていました。平日にもかかわらず、園内は大勢の人で賑わっていました。しかしよく聞いてみると、周りは日本語ではなさそうです。入園者の半分ぐらいは外国人で占められているようです。後方に見えているのは紫藤棚です。満開を迎えています。ここもツツジとの共演が素晴らしいです。ツツジの山を登ったところから見下ろせば、水上花壇や大きな藤棚が見えています。これは大長藤です。しっかりとした幹から見事な房が垂れ下がっています。でも下に咲いちゃうと上の方のがちょっと傷んでくるんですね。八重国流の藤棚です。花が咲くとブドウの房のような形になります。また香りがとても強いのが特徴です。お待ちかねの黄昏の時間が始まりました。夕闇と照明が花を幻想的に見せる時間なのです。薄紅橋ですが、より雰囲気が増す時間帯です。奇跡の大藤と呼ばれます。他の場所で瀕死の状態だった藤を塚本小波園長がここに移植を行い、見事に復活させたものです。このパークの象徴ともいえるメインの大藤です。見事な藤を感動して眺めると、辺り一面に藤の甘い香りが立ち込みます。八重国流も夜になるとより迫力が増すような気がします。